世界新体操選手権2013日本フェアリージャパンポーラ、ロンドンオリンピックで7位、確かな手応えをつかんで今新しいメンバーで新しい第一歩を世界の舞台に刻みます。プレッシャーを力に変えてほしいですね。はい、夜のおもちゃ箱の中から妖精たちがパーティーに出かける様子を、リオへのいいスタートを切ってほしいです。1つ目の交換成功しました。ここからステップ、細かい足さばきで音を表現します。いいですよ。どんどんつながります。表情よく演技してますね。ベルです。よく見て止まりました。いいですよ。ジャンプターに高さがあります。曲調がどんどん変化します。フェッテのローテーションです。揃ってますね。いいですよ。決まりました。よく見て、選手よく見てました。もうすぐ朝が来ます。おもちゃ箱に戻っていきます。決まりました。日本、新しいメンバーになって初めての世界選手権、最初の演技が終わりました。いい表情で演技が終わりました。日本、堂々として良かったと思います。まだあと1種目ありますから、はいはい、すぐに切り替えると思いますが、いい自信になったのではないでしょうか。とにかく表情が良かったですね、はい、それとリカバリーのうまさ、はい、大変よく見てました。田中さんも完全にキャプテンの目つきで見てましたけどね。バレましたか。はい、はい、ここがいいですね。日本の得点 15.533 です。笑顔で一歩を踏み出しました。はい、いい表情です。現在トップはロシア、2番手ブラジル、3番手アメリカ。日本、2種目目のクラブ、どんな演技を期待しますか。丁寧に自分たちのやってきたことを存分に出し切ってほしいです。大きく弾けたいと話していたフェアリージャパン。はい、エカルテも決まりました。
交換です。よく見てます。足で交換をしてよく取りました。不思議な生物が何かを企んでいる様子です。いいですよ、よく見てます。ペッテですね。大変スピード感があっていいと思います。4本投げです。見て、成功しました。減って、体型がどんどん変わります。ステップいいですよ、雰囲気があります。よく見て、成功です。ジャンプには高さがあります。空き手にも表現がありますね。ラスト、松原選手が取って終わりました。日本2種目目のクラブ、会場の拍手を受けて何か清々しい表情で一礼、はい、どうでしょう、大きな演技できたでしょうか。はい、良かったと思います。自分たちができる精一杯の演技ができたと思いますね。今できることをミスなくきっちりやることが必ず次につながると、はい、横地コーチもおっしゃっていました。さあ日本の得点16点に乗ってきました。 16.116、 合計 31.649 は現在2位です。はい、リボンボール、はい、そしてクラブ、どちらにしても、色の変えた雰囲気の違う2種目っていうのを見せれたのは素晴らしいと思いますね。そうですね、はい。そして種目別でこれ日本が両方ともどうやら種目別に残りましたね、はい、どちらも8位でギリギリですが入りました、はい、よかったです、これもう一つもう一回演技ができるというの